はい、というわけでね、今日はですね、銀蔵のトラリスさんっていう保管のケースが届いたんで、それのご紹介だったんですけど、いやちょうどね、何入れようかなと思ってちょっといろいろ悩んでたんですよ。あ、てかこれそうそう届いたけどめっちゃ可愛かった。可愛い。あのニューロンのポイントでねもらえるやつ、会話セット注文したらねこのセットもらえたからこれね1万ちょっと超えるんですよ実は。そうな、そうそう、だから会話セットもね実際頼んだけどこれで1万ちょっと返ってくるから、うん、まあ売らんけどこれ可愛すぎて、ね、そうそうそう、で、そうそうそう、25周年のね専用ケースに入れて、あこれとかね超レアシール集めたわめっちゃ古い、そうそうそう、あそうそう、これも販売になっとったね最近、うん、バカかわいい千年パーズ、うん、うん、初動2時間ね、僕30分40分ぐらいかな、35分、2時間40分ぐらいかな、うん、組み立てれたんですけど、ようやったわ結構早い方です、うん、今度ね僕のマッハの千年パズル組み立てお見せしましょうあれそう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 、僕ねデュエマあんまりやらないんですけどね、これ思い出深くて、これ唯一当たってね、そうそうラボでね、そうカードラボさんで一箱で当てたんですよ、うん、びっくりしたな、そうそうそう、でこの金ピカのゴーゴーのね作り段に飾ってあげてて、で最近のねそうこのブラックロータス、これがすっごい好きで、綺麗ね、うん、やっぱねマジックザギャザリングの世界だとなかなか買えないから、うん、高級品よ、そうそう、あでこの辺が一番くじのねあの、うん、フィギュアたちと、かわいいねギュンこれクリボーがこうやって睨まれてかわいそうにこのトゥーのフィギュアも海外限定のね、結構高級なのね、そう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 、マウスよね、これお気に入り、いやそうそう、で皆さんシャドーバースね僕めっちゃ推しなんですよ、もう僕たち予約しに行ってきたんですけど大量に、いややっぱねもうそう僕たちあの元からこうやって集めてるぐらい好きで、そうそう、もともとねこっちもね、そうこうやってね、うん、これまだレジェンドしか飾ってないんですけど他にもいっぱいあって、うん、そうそう、シルバーとかブロンズとかも全部持ってて、エボルブね楽しみね、そうシャドーバースのエボルブめっちゃ楽しみで、うん、なんかねそう広島でよし、もしよかったらね皆さんとやりたいなと思ってるんですけど、うん、いやもうあれ絶対やばいと思う本当に、ルシフェルがね、いやそうあれ絶対楽しい、第2弾もすぐ来るしね、そう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 、で今回はね僕がこうやっていろんなカードやってるっていうのをご紹介できたと思うんですけど、うん、はい、新たなカード1枚、はい、マジック・ザ・ギャザリングの世界で僕が大好きなカード1枚手に入れることができたんで、ね、ちょっと今から飾っていきたいと思います、はいはい、じゃあ切り替えます、はい、というわけでね、まあなんかいろんなカードをねさっきご紹介させていただいたんですけども、まあ今日はねこの銀蔵さんのトライリスというね、もう今ネットじゃ超有名なコレクター層にとってはもう必需品っていうぐらいすごいかっこいいケースらしいんですよ、うん、まあ、これがちょっと僕が初めてなんで、そうな、うん、でなんか専用のこれネジ、これもわざわざ別売りで、なんかマグナムだったかな、なんか後ろのネジが極太らしいです、まあ、それとセットでちょっと買ってみたんで、うん、まあ、どんな感じになるかなっていうのをちょっと見ていきたいんですけど、うん、でまあね本当今その僕デュエルマスターズもねモモキングのあの金ピカのが欲しくてあれ負けたりとかでデュエルマはねあんまり僕それこそやってなかったんですけど、うん、今回ねあのパラレルマスターズだったかな、うん、診断が出て、そうそ そうあれでもねこれなんですよブラックロータス無限回収いやもうねマジック・ザ・ギャザリングの世界だとこれダントツじゃないですか、うん、やっぱりまあね夢のカードね、そうもちろん絵はちょっと違うんですけど、うん、デュエマになってるただなんかこの球影になっててすごくいいなと思って、うん、この素朴な感じ、そうねキラッとしてるしね、うん、でもうギャザの世界では絶対再販二度とされないんで、うん、そう考えたらもうねこのデュエルマーでもいいからこうやってブラックロータス手に入ったの嬉しいなと思って、うんうん、PSA 10出せるようにね何枚か買って1枚でも10が取れたらいいなと思ったんだけど、そうそうこれもね僕買った時500円とか高くても1000円以下ぐらいで買えたけど今すごい高くなっちゃってて、なんかな、そうそう もっと欲しかったんだけどちょっとね多分ヒロと同じこと考えてるのかそうそうやっぱりこれはねデュエマ層だけじゃなくてそれこそギャザとかこうやって遊戯王とか、うん、やってる人らでも欲しくなる1枚だと思うから、まあね、うん、やっぱ1枚はね持っておきたい、
そうそう、さっきは一番あっちに飾ってたんですけど、うん、でそう、それと僕ね、マジック・ザ・ギャザリングでどうしても欲しいカードが一枚だけあっていう方、そう、びっくりでした。そう、それを今回これに飾ろうかなと思って、ね、こちらです。宝石の睡蓮っていうカードで、日本語でめっちゃ綺麗。ジュエルロータスって読むのかな、うん、ジュエルって読むのは日本人の発音らしくて、何だったっけ、ジュアル、ジュアル、ジュアルロータスみたいな発音らしいです。いや、これがまた美しいんですよ。やばい、これ、そう、これのめっちゃ綺麗なやつをね、入手することができて、うん、ほらめっちゃ綺麗。これ人の筆で描いたって思えなくないですか、ね。いや、僕感動したのがこの後ろの窓枠、うん、見ますかね、この窓枠にあの寸分違わないイラストがこうダーって書いてあるんですけど、うん、これよくできたなと思って。いや、これは綺麗。そうで、これも色彩、これを筆で再現できるっていう、この作者の凄さ、うん、ね、もマジックで唯一欲しいカードがあるってヒロと一緒だったって、ね、そうそうそう、びっくりしたね。やっぱり美しいカードはね、こう、うん、そう、僕らマジックザギャザリングは全然わからないんですけど、うん、そう、それでもね、心打たれるカードってやっぱあるんですよね、うん、これをね、今日はちょっと入れていきたいと思います、ね、やっぱ美しいカード美しいよ。いや、これ綺麗じゃん。うん、今回はね、ワイズシードさんのサイドスリーブですね、うん、64mm の UV カットです。これに入れてってあげました。いや、ほんとね、カードゲームってでもね、キリがないなと思ってそうそう、やっぱ美しいカードはね、そのカードに手を出さない人ってやっぱ美しいし、そうね、マジックなんかいうか全然わからんけど、いや、やっぱ、いや、素朴な美しい絵が多いから、これはびっくりした。あ、やっぱワイズシードさんのスリーブ綺麗、むっちゃピシッと綺麗にね、うん、いや、そうそう、それこそこれシャドーバースね、僕広げたいんですよ、これ、ね、そうね、僕未だにさっき見ていただいた通り、あのね、レジェンドだけでもあれ全部揃えてるんですけど、うん、あっちにもゴールドとかシルバーとかも全部いて、シャドーバー自体が大好きで、うん、もちろんドロシーちゃんも大好きでね、オリビエちゃんとかケロバラス、いや、シャドーバースね、それで今から来るじゃないですか、4月ね、そうそうそう、あれ誰かね、一緒にやりたいなと思ってるんだけど、友達欲しい、うん、募集してみよう。やっとる人おらんのかな、僕ちょっと広島でシャドーバー広めるあれになりたいですね。みんなと一緒にやっていくきっかけにしたいですね、うん、シャドーバーの良さってこうね、みんな通じるもんあるところから、難しいしね、そう、あの難しさがたまらん、うん、で、これを入ってと、ただカードゲームってね、行ったら負けだなって思う時ないですか、こう、正直言うとね、全部のカードに興味があるよね、多分僕だとそうなんですけど、ジャンル的に、そうそう、だからバイスとか、はい、それこそデジモンとかも、はいはい、あ、懐かしいなとか、あ、でも行きたいな、やめとけやめとけとか、うん、あと仮面ライダーとかも好きだったから仮面ライダーのなんかあれ何だったっけな、なんかのカードゲームで出とったら、うん、あれのも、あ、行っちゃいけん行っちゃいけんとか思いながら、沼にハマるね、そうそうそう、やっぱね、何個かのカテゴリーをまたいどるのでしちゃうと、あの、お金がすごいと思うよそう、本当は全部やりたいんだけど、そう、あ、こんな感じで入ってますね、銀蔵さんのトライです。ほうほう、梱包はめちゃくちゃ綺麗、これがね、ネットでだから、ウルトラプロのスクリューダウンを超えるって言われてるから、そう、どれぐらいすごいものなのかなっていう、透明度がもう全然違うみたい。お値段も確かに、だからこれ1個、このケースだけでこれ3500円、これだけで、まあ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 、だからウルトラプロはこれ1インチで2000何本で買えるから、うん、逆に言ったらしかも1インチないんですよ、これ多分、うん、ちょっと薄い、うん、2分の1インチぐらいウルトラプロで、うん、さあ、それで一体どうなのかっていう、でこのマグなのかな、マグなの、いや、めっちゃ太いんだよ、ほら、なにそれかわいい足がついとって、うん、で、スタンドがついてないんだよね、トライリスは、もともとが、はいはい、そう、だからこの、しかもなんか全部特殊な
重量めっちゃすごい、このゴトッと音がする、拳銃の弾みたい。そう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 、ーこうメッキで仕上げてあって、んーちょっと大人のねシックな、ちなみにこれ即完売ですもん。そうこれ予約開始したら即完売レベルで、もうまず手に入らん、まあ、つけてないと全然イメージがわからない。そうね、ちょっとまずやってみてわからんな、うん、よいしょ、じゃあまずはそうと出して、うん、じゃあまず疲れやんとこうか。で、間のね、アクリルがいつもブラックボーダー、重量がすごい重さっていうか、さ、じゃあどうなったか見てみましょうか、うん、はい、おーかっこいいじゃん、おーめちゃくちゃいいじゃん、めっちゃ高級、うん、これが、あーいいね、いいね、いややっぱ美しい、うん、あ確かにね、このトライリスすごいわ、うん、あのウルトラプロのスクリューダウンと比べてもね、透明度が段違いでこっちの方が綺麗だわ、あ、そうな、うん、違う方から、いや、俺には理解、俺には理解うん、ハンターハンター、あ、これみんな理解するの分かるわ、へえ、うん、でブラックボーダーさんのこのねアクリルフレームとまた合わせたらよりいいわ、うん、まあ、こちらかっこいいな、うん、あーこれね違いが正直そう分からんかったけどいいわ、この足もいいしすごい綺麗、こういう本当にね綺麗なカード入れるときは ね、うん、入るわ、うん、素晴らしい、もうめっちゃ綺麗、てか宝石の水田が綺麗すぎるね、綺麗ね、これは買ってよかったわ、うん、もうこれのホイールってなかなかね、うん、数自体が少ないから最近ずっと言おうと思うね、うん、2人で欲しい欲しいいやトライリスすごい、うん、銀蔵さんの、うん、これはいい商品ですね、うん、おすすめです、でのあのネジのね予備もあってすごくいいですね、あ本当じゃ、うん、もう気配りすごい、うん、さあというわけで今日のおさらいなんですよね、まずワイズシードさんの UV カットスリーブからのフルプロテクトスリーブでさらに UV カットで、そこから、ブラックボーダーさんの、アクリルフルプロテクトスリーブの、あ、で間違えた、フルプロテクトスリーブ用の、アクリルフレームですね、で金文字が入ってるやつですね、でこれを入れて最後銀蔵のトライスで、銀蔵さんのトライリスで締めるという、で後ろにこの足を、そうマグナムの足をつけて完了という感じですね、うん、ぜひいいなと思った方は真似していただけたらなって感じで、うん、素晴らしい一品でした、うん、はい、というわけでね、まあ、またちょっと別の機会でシャドーバースのお話だったり、ね、他の遊戯王のお話もしていけたらと思います、はい、じゃあ今回こちらで動画を終わりたいと思います、はい、ご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、またね。
欲をかいちゃダメだね。